今ね、三条の滝下山してすぐ近くのね、旅館かなに来ましたね。どうでした今日は？いやー、よかったですよ。よかったね。うん、あの雨の中、うん、あの熊の恐怖に打ち勝って、そうだね、行ってみた、うん、とんでもねえ滝は、うん、もう感動以外何もでもないね。何もでもない。ただでさえ水量日本一なんだけど、雨がね降り続いてたから。そう、雨もね本当に本降りじゃなくてね、パラ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 くらいだったから最初よかったですけど、帰ってくる時にちょっと結構来てたよね。強くなっちゃってね。まあ寒かったかな。あとは寒い、マジでびっくりするぐらい寒いわ。夏じゃねえね。ということで、まあ今、うん、旅館に来てちょっと荷物片付けたんで、これからとりあえずビール飲みたいと思います。本当はスーパードライがよかった。いらないんですよ、スーパードライ、はい、じゃあ、いただきます。お疲れ様です。あー、しみるな。うまいね。しみるね。じゃあこれよりちょっとお風呂に入って、うん、ゆっくりしよう。そうだね、夕食とかまで時間があるんで、その間にね。だいぶ疲れてるからね。もうやばい。だってさ、1時起きだよ。うん、朝。朝1時。朝っていうか夜中 ?1 時半起き。起きて、2時半にいわきを出発。うん。7時ぐらいに、あの、駐車場に着き、山に入って、雨の中カッパを着て、3時間片道歩き、2時間半か。いや、3時間。3時間。ね、うん、3時間ちょっと。往復15キロ。3時間半くらい。3時間半くらい歩った。往復15キロで。だよね。3時間半、3時間って感じかな。歩いて。うん。そこまでしてね、やっぱ見た景色はね、間違いなく俺たちのもんですね。はい。最高な滝でした。そうだね。まあ見れてよかったです。よかったね。じゃあゆっくりしますか。そうね。もう。あの感動は今目つぶると本当にまぶたの裏に蘇ってくるような、うん、もうね、なんとも言えないよね。あのね、映像で見てすごいって思う、多分100倍ぐらいすごい、うん、この俺たちの映像を見てすごいって思う120倍ぐらいすげえと思う、多分現実。生のやつはね、生はね、なんだろう、命取られると思うような滝死ぬよね。あの展望台からでも死ぬって思うよね。うん、あ、持ってかれるって思うような滝だ。滝つばが見えねえし、怒号とね、うん、あんなすげえな初めて見たな。マジすげえかった。でも言っといてよかったね。うん、雨もひどいからね、何回か引き返そうかなと思ったけど。そう、何回かね、途中4、5回くらい引き返す、うん、引き返すって動画の外でね、うん、言ってたんですけど、まあもうちょっと強くなったら行こう、やめようとかね、言いながら行ってきたね。うん、俺あんなにね、ホイッスル加えてたの初めて。ずっとあのピー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 言ってたからね。ホイッスル加えて、ホイッスルずっと吹いててね。怖かったからね、雨降ってるし、沢もあるしさ。なんかだから逆にホイッスル加えてないと違和感が。今、確かにあの、今日はね、クマベルだけではちょっと不安だったかな。雨の音がね、うん、かき消されちゃうからさ。本当に。ということで、三条滝、はい、行ってきたんで、行ってきました。次はどこに行きますか？次はね、まあいろいろ行くけど、一番、まあでかいイベントは日内ヶ岳かな。出ました、日内ヶ岳のワードが。今年できれば行くけど、まあもしかして今年ダメかもしんないけどね、もしかしたら時間的にね、うん、時間がやっぱり期間、うん、こっちって山開きの期間が少ないから、うん、すぐに雪降っちゃうから寒いしね。うん、まあいずれ近いうちに日内ヶ岳に登りたいと思いますんで、うん、はい、その時もぜひはい、ご視聴していただければなと思います。思います。じゃあゆっくりしようか。ゆっくりしましょう。お疲れ様でした。お疲れです。はい、ではですね。はい。ではですね、まあ、ご飯の方を食べてきて。はい。うまかった。うまかったね。うん、で、今部屋に戻ってきたわけなんですけど、これからまあ二次会だね。二次会、三次会のオファー始めたいと思います。ね、で、なんとですね。うん、今日あの、ここに来るにあたっていつもお世話になってる方からちょっと贈り物があったんですよ。そうだ、わー、すげえ。まだ開けてないんだよね。名前は伏せた方がいいのかな。すごい、今日2人で飲んでほしいっていうことでね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。いただきます。じゃあ今日はね、美味しくちょっといただこうかなと。そうだね、早速に来たんだよね。開けさせていただきます。くたくただしね。はい、じゃあ開けましょうか。ですね、これをいただきました。ありがとうございます。ウイスキーですか？ウイスキー、美味しそうね。美味しそうだね、うん、ずっと開けようか。うん、わーすごいね、マジで。なんかセットになってんだね、うん、で、今日は氷もないので、まあ、もちろんストレートになるわけなんですけど。氷欲しいわ。わーすごい。あ、なんかついてるよ。うわすごいね、美味しそう。これすげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。はい、お願いします。このね、音がいいっすよね、このトン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 ト美味しいです。これはね、ありがとうございます。いいね。やっぱウイスキーですよ。うん、ウイスキーで飲みながら、まあちょいちょい計画を、そうね、立てようかな。次のあの日打ちがだけに向けて、うん、っていう感じですかね。これね、トレッキングガイドなんだけど、井上又村はね、結構日本百名山があります。まあ俺らはとりあえず日打ちがだけに登って、うん、まあここら辺2000メーター超えなんだよ。駒ヶ岳も 2000m ぐらい。そうね、うん、ちょっといい、うん、このこういう山々が全部書いてある。百名山なんだよね、日本。ぼやけてないかな、どうだろう。こういう山々が、うん、日の山田村に集結してると。集結してますね。どれも見どころが違うんだよね、うん、展望が良かったり、その咲いてる花が良かったりとかね。そうだね、そうそうそう、いろいろ特徴がね違うんだよ、山ね。はい、好きな人は多分これ百名山、このこう全部多分巡るんだよ、日の山田村で。行きそうだね、ここね。僕らとりあえずその東北最高峰のね、日内岳、うん、を行ければ今年行きたいけど。そうね、時間も取れそうになかったら来年になっちゃうけど。なっちゃうけどね。うん、とりあえず日内岳に挑戦したいかな。そう、なかなかのコースなんですよ。うん、わかるかな。まあ、わかんないか、見づらいかな。ちょっとこれ、日内ヶ岳の結構ね、いいと思う、日内ヶ岳ね。何メーターだっけ、2356? 50だっけ。で、この三池駐車場っていうとこから、まあ、スタートしようかなと思うんですけど、うん、で、こう行く感じですかね、山頂の方に。で、今日行ってきた三条滝もこの三池駐車場からスタートして、まあ最初の500m 進んだくらいで日内ヶ岳方面と尾瀬ヶ原方面だっけかな、そこでバイバイする。尾瀬ヶ原方面はまあ三条滝のっていう感じですね。それでね、この日内ヶ岳はぐるり360度の展望入ってるんで、多分山頂からは360度絶景が見渡せるんじゃないかなと思いますね。そうですね。そして尾瀬沼っていうね、尾瀬のね、もう中心みたいな代表的な沼が、うん、まあね、すごい一望できるんだよね。みたい。めっちゃいい感じ。うん、まあ、できれば見晴らしのいい日に。そうね。打ち当たりたいかな、せっかくだったら。あの、今回みたいなね、日打ちが、うん、日打ちがじゃねえ、あの、山の時。まあ、ほんと雨だったから、うん、寒かったしね。だから、それはできれば避けたい。避けたいね。滝はね、やっぱり、その分激しいの見れたら、ね、うん、よかったけど、次はね、山からの景色ってのはやっぱり展望楽しみたいよね。パーって綺麗な、うん、せっかくだったらね、日がいいかな。うん、うん、その宿泊が済んだ時に行きたいな。うん、かといって僕は寒がりなんで、あまり寒いとちょっとダメなんですよ、ね。いやー、ほんとそこっちね、全然気温違うから。今日なんてね、ほんとに車に戻ってきてから手真っ白になっちゃって、あの、血が通ってない感じね、うん、手痛かったもんね。手じんじんしびれて、何分やってた、暖房、車の暖房にこうやって15分くらいやってたんですよ。
したらようやく良くなってきたかなっていう。日の江また村自体が標高高いからだいぶ寒いんだよね。そうだね、もともとそっから山に登るからね、余計風が冷たくて、うん、全然季節感が違う。そうだったね、寒いところです。寒いところだね、ほんとね、深いよね。深い。まあ行きたいね、フューチャーの時は行きましょう、冒険家としてね。いいですよ、俺はどこにでもついてきますよ。行きましょう東北最高峰だからねはい、これより北にもう高い山ないって。そうですね、東北で一番高い山、はい、フューチャーだけ行きましょうね。はい、行きましょうね。大丈夫、行くよ。大丈夫。まあ、そのためにはちょっと訓練を重ねて、うん、僕はバックパックにあの10キロくらいの荷物を入れて夜な夜な歩こうかなと思ってるんですよ、うん、家の近くの公園っていうのかな。でもまあ職質とかちょっとおかしい人、すごい怖いね。間違いなくおかしい人にしか、おかしい人だよね。10キロの荷物って二宮金城くらいしかいないもんねないね、本当に おかしい人いるって通報されても、うん、ねえ おかしくないくらいですよ。本当にそうだ。なんでちょっとその時はね、もちろん付き合ってもらって二人でリュックサック背負って走ってたらね、なんか有名になりそうだわね。じゃあ、はい、そうですね、うん、もう夜も遅くなってきたんで、うん、まあ遅くはないですけどね、まだ8時前だから。でもクタクタです。クタ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 でも朝今日早かったし、今日何歳起きたの1時半ですからね。朝っつうか夜中もう結構起きててね。起きますよ、ね、15キロも歩いてね、うん、でも眠くなってきちゃったんで、マジで死にそうなぐらい眠かったわ。そうそう、眠りにつこうか。まあ明日の朝もちょっと、そうそう明日もやってやってあるんで、明日の、明日はまあここら辺に道の駅、うん、日の山田村の道の駅があるんですよね、うん、そんでちょっと走って、うん、南会津の道の駅、うん、キララニーパッケって言ったから、うんうん、そんで次に向かうのが田島の道の駅、うん、でそんで下郷の道の駅に行こうと思うんで、まあ4つの明日道の駅に行くんですけど、うん、まあ1箇所1万落とす予定なんで明日4万円使います。半端ないっすね。明日4万円使ってお土産を。じゃあマジで道の駅はね、油断するとお金使いすぎるよ、うん、今日僕あのあれなんですよ、あの山の駅っていうさ、あのなんだっけ、三条三池のね、三池駐車場のお土産屋ね、三池駐車場のお土産屋で、まあふと入ったんですよね。ホットコーヒーとか飲みたくて、うん、したらピンバッジ売ってたんですよ。いっぱい売ってたんだよね、日内ヶ岳とかね、いろんなやつよね、駒ヶ岳とかね、うん、全部買ったんですよ、18個おかしいやろ、もうその18個だっけかな、結構買ったやろ、全種類くらい買って、ほぼ全種類買ったの、1万超えしたんですよね。すごいよ、三条の滝に行ってピンバッジ買って1万超えたままだった。すごい、だって人にさ、ここでは5000円だけにしといた方がいいよとか言っといてさ、自分で1万円以上もう目がキラキラしちゃったね。あれいっぱいあったもんね。いっぱいあった、大勢のお土産ね。しかもおしゃれなんですよね、うん、だから行って買う人はあの僕みたいに手当たり次第じゃなくて、自分の好きな山とかデザインで買った方がいいと思います。いいね、ね、僕みたいにピンバッジだけで1万円いくと相当ピンバッジマニアになってしまうんで。なってしまうよ、本当に、ね、明日もいっぱいあるよ。でも明日もあるね。明日もピンバッジは買う予定です。各道の駅にオリジナルアイテムいろいろあるからね。うわーやべー、危険だな。危険だよ、こっちの会津の方は特に。ワンチャン6万くらい使っちゃうのかな明日。あとスタンプをしてね。そうだね、道の駅スタンプ。まあ明日は明日のお金の使い方をしましょう。そうだね、買っちゃうよね。買っちゃうね。俺も明日のために5000円で今日抑えたから。ということで、うん、明日もじゃあ早いんで。明日早いね。うん、そうそう、寝ましょう。寝ましょうか。今寝ればね、9時間くらいは寝れるから。寝れる、9時間寝たいわ。寝ましょうか。うん、じゃあそろそろ眠りたいと思いますんで、はい、雑談見てくれた人ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた次の動画見てください。はい、はい、ではおやすみなさい。おやすみなさい。